ということで、本日はですね、カウントダウン TV ライブライブさん、カウントダウン TV ライブライブさんにて AKB48 の61枚目のシングル、どうしても君が好きだのフルサイズ初披露があります。はい、っていう感じなんですけど、ちょっと私もリアタイしたいのでまもなく AKB ですって言われたら教えていただけると嬉しいです。お願いします。まあ何時かはちょっと私もわからないんですけど、でそれはまあ配信切って見て、でその後になんかこうでしたねってなんか感想をちょっと言って終わり、今日の配信終わりにしたいと思いますので、ぜひ皆様発表に教えてください。お願いします。マジでみんなの間もなく AKB 頼り、本当に。もしもそれがちょっとでも遅れたら発表ちょっと見れなくなっちゃうからお願いします。よろしくお願いします。帰宅まで10分間に合うかな、ね、何時なんだろうね、それもわからない、わからない。え、20時から、嘘、19時からじゃないの、あれ嘘だ、19時から番組スタートですよね、ですよね、合ってるよね、合ってる合ってる、大丈夫。で皆さんもぜひ放送が終わったらぜひ一緒にハッシュタグ AKB48 とハッシュタグどうしても君が好きだをつけてツイートしていただけると嬉しいです。でか、なんか AKB のなんかあれからツイートから飛ぶとなんかすぐに簡単にツイートができるようになっているので、ぜひそっから飛んで、まあそれもハルピョンのツイートから AKB のツイートに飛んで、 AKB のツイートからそこに簡単にツイートできるようになっているので、ぜひ、はい、よろしくお願いします。で19時から番組はスタートしてるんですけど、その何でしたっけ、あ、もちろん今からねツイートたくさんしていただいて本当にそれはそれですごく嬉しいんですけど、ぜひいや俺はもう1回しかツイートしねえし、私は1回しかツイートしねえんだみたいな方はぜひハッシュタグ後にハッシュタグでツイートしていただけると嬉しいです。はい、1回しかしない人はもうハッシュタグ後によろしくお願いします。ぜひ、ちょっと何時なのか分かんないけどお願いします。なんか触覚伸びました、なんか伸びたよね、めっちゃ長い。え、どれが触覚、もう分かんない、これか、これは伸ばしてるやつか、これが、ん、これ、どれ、これが触覚、もう分かんないからいいや、やめたやめた、やばい、今日のさっきのお昼の配信からずっとランナーズハイが頭に流れてる。
いします。いや本当になんか私も自分の衣装欲しいなって思いますね。もちろん先輩方の衣装を貸していただいている、借りているのもすごくね、やっぱり AKB がもともと好きだった人間からするとすごく嬉しいことだしありがたいことなんですけど、やっぱ自分の衣装があるっていうのってそれ以上に本当に特別なことで、だからそうだなって感じです。やばい、焦点合ってない。え、本当に焦点合わない。待って、焦点合わない。焦点合ってなかった今。ブレてた、ボケてた、ピンボケしてた。完全に。もう大丈夫、もう治った。なんかすごいボケてました。日本語。で、私は小腹を満たすって、この時間に小腹満たすも何もないんですけど、ちょっといや昼、あ、破れちゃった。昼過ぎぐらいに小腹を満たすために買ったものを食べます。おやつです。すっぴんです。なんか今日お昼ご飯を3時ぐらいに食べたんですよ。配信始まるちょっと前ぐらいだからお腹は空いてない。だから大腹は満たさない。この後お腹空きたくないから小腹満たすものを食べてるって感じ。うん、やばい、ずっと本当にランナーズハイが頭に流れてる。今日お昼歌ったから。恋は見てるよりする方が楽しい、ランナーズハイ。ノリノリですよ。
ひよこひよこ、帰る。明日の配信はちなみに朝方、昼ぐらい、昼前ぐらいのその多分 WBC7 回裏ぐらいからと6回裏か7回裏ぐらいからと、あとそれも結果見ずにいっちゃうかもしれないんですけど、それともう一つ、もう一個のやつが終わってからの夕方ぐらいに一回を考えてます。って感じかな。なのでその7回裏6回裏ぐらいで一緒に WBC 見れたらなと思っているので、はい、アマプラで見ます。私は携帯でアマプラで見て、いや、うん、携帯で見てこれで配信して、一応 iPad も持っていこう。携帯で見てたらね、そうスタッフさんから急に連絡が来た時 LINE 使えないから iPad で LINE 確認しつつ、うん、かな。決勝戦は多分見れるんですよ。まあ多分朝8時からは無理、寝てる起きれないので9時10時ぐらいから見る予定なんですけど、そう明日のだ時間だけがちょっと不安。でもマジで勝ってさ公園行きたい。決勝本当に勝って公園行きたい。マジでそれ、ほんまにそれ。でもアメリカとかもしれないんでしょ。で明日メキシコだっけ。ドキドキ、緊張ですね。勝ってほしい。でももうここまで来たらどのチームも強いので、そりゃそうなので祈ることしかできない。決勝アメリカ確定。マジもうアメリカもう決まったんだ。そっち側はキューバとじゃなかった。今朝試合、あ、そうなんだ、今日の朝やってたんだ。2-14、やばやば、強いよね。ゴリゴリに勝ってる。
14対2ってやばいね。ちょっと待ってね、業務連絡、業務連絡、業務連絡。そのアメリカにメキシコは勝ってます。そうですよね。だからめっちゃ強いってことでしょ。表現。うわー。こわ。こわわのわーですね。本当に。こんばんは。マクミックさん、赤バラありがとうございます。ひょげーとかこわわのわーとか昭和っぽい。平成生まれで令和に生きてる人間に昭和っぽいって言われちゃったよ私。いいですけど別に別にいいですけど。平成生まれ令和を生きてる女です。こんばんは。こんばんは。うん。ひみいつなんだろう。23日の11時半から。うわ、23日はちょっと分かんないんすよ、仕事の時間がまだ。残念。勝ってほしいな、高校野球。氷見高校でも高校野球ももう全員年下なんで、ちょっとなんか年下、やっぱ年下ってなんて言うんですかね、なんか年下がスポーツ頑張ってるの頑張れ、なんかね。そうなんですよだから私はね、そう
プロ野球にね進出しちゃったんすよ。でも、まあ、もちろん頑張ってほしいですよ。地元のね高校が頑張ってるっていうのは本当にそれに関しては応援しますけれども、なんか気づいたら年下でしたね。びっくり。なんかだからこれからどんどん私が年を取っていくにつれ、なんかどんどんアニメの中のキャラクターとかも年下になってくんだって思うと、サザエさんとかに勝っていくっていうとあれですけど、サザエさんとかより年上になるんだって考えると、なんかちょっとねえなんかちょっとねえって感じですよね。ギフトありがとうございます。ありがとう。複雑だよね、本当に複雑。え、サザエさんって24歳なの？26だと思ってた。24なの？もうすぐじゃあ抜かすじゃん、うち。やだー、嘘ー、26だと思ってた。24なんだ。え？まもなくサザエさん超え。やばいね。母やってんのやばいね。うん、だってタラちゃんも結構ちゃんと喋れるからさ、そんな若くないでしょ、タラちゃん自体も。タラちゃん3歳。えー、じゃあもう 26？ あれ24ですよね。あ、もうダメじゃん、もうダメですよはい、今産んでももうタラちゃんは無理です。もうタラちゃんは無理ですめっちゃおもろいもうタラちゃんは無理、もうタラちゃんは無理なんですよ。はい今産んでも。マスオさん何歳って言った？マスオさん 28？ あ、まだ大丈夫、よかった。もうタラちゃんは産めません。え、マスオさんもう100歳100年生きてんだ、やばいね。100年生きててまだ28なんだ、すごっ。まもなく AKB 披露します。え、本当？本当ですか？終わった方がいい？でも一人しか言ってない一人しか言ってない。どっち？私まだタラちゃんの話してていい？前髪がね、すぐね
おでこでねパサパサになっちゃうんですよ。まだだと思います。だってえどっち、まだっていう声がなんかいっぱいある。まだまだ、え嘘つかれてる私もしかして。まだだよ、嘘つかれてる。ロングヒット、あロングヒットランキングの AKB もうすぐってことですかね、きっとかもしれない。そういうことにしておこう。間違えちゃったならしょうがない。騙そうとしたならまあ騙しても無駄なんだよ私にはいっぱいの味方がついてるさ間違えちゃったならね、人は誰でも間違うし、そんなこんなことを間違えても別に誰も咎めませんよはい、これで間違えたところで人生何にも別に悪いことないんで。全然どうぞ間違え、もう間違えまくって、もうこんなことで間違えて許されなくなるんだったらマジ世界ちょっと世界ちょっと辛すぎ、生きるの生きるの辛すぎ。でももしも騙そうとしたなら橋本は騙せないよ。じゃあまだサザエさんの話していいってことですよね。でももうサザエさんの話別にしたくない。暁仮面さん、ラブレターありがとうございます。ありがとう。かゆい。けれど突然走りたくなるような。ハルピョンはサザエさん症候群になるった時はなったりしますか。だって何サザエさん症候群、なんか日曜日の夜がいなんかあれになるみたいな。何になったら、でもそんな関係ないですね正直。日曜日の夜になったらどうだこうだとかはないです。別に私の仕事は別に不定期だし、むしろ仕事ある方が嬉しいし、そうだから別にそんなあれかな。まあでもちょっと年重ねてくるにつれてちょっと2回公演しんどくなってきたなっていうのはありますね。だからあの土日にこうチーム B の公演があるってなった時はちょっと大変かなみたいなはい、そんぐらい。結局サザエさん症候群って何だったんだろう、どういう症状。まあ全力であんだけ歌って踊ってパフォーマンスしてレスして MC してたらね、そりゃ2回公演を1回でも疲れますよ、もう余裕で。はい、1回でも疲れます。
石川からの2公演かなりハード。そうですよね、やばいですよね。もうなんか生きてるのかな私って感じだから皆さんも一緒に皆さんも一緒に倒れましょう。ほんまにそれな、石川やって2回公演やって、でその前に私たち普通にレッスンもやってますし、でその2回公演、雫公演終わった後夜レッスンあるんですよねはい、普通になんか終わりそうでも私はまだ実績があるんですよ、この他にも、あの魔の10月、もう日付も忘れない、10月16日に福井でイベントやって、10月22日にチーム B 公演あって、あれ違ったっけ違ったっけ、あ違うわ、22日にあイベント、何のイベント、あ分かった、リス来たやつだのイベントがあって、23日に B 公演2回公演して、24日にドボンライブして、もう一生忘れないこの3日間、3日間とその前の週の、本当にもう一生忘れないこの大変だった日は、うん、あんなに自分いつ倒れてもいつ倒れてもねーって思った日は、だってそのさ、ほんとドボンライブのさあれもさ1週間とかで全部振り入れとかして本当に一生忘れないです、はい、ズーデスさんハートありがとうございます、たくさんありがとう、ありがとう、もう一生忘れない、あれを乗り切ったから2日連続とかは全然、でもただレッスンはしんどい、頭に何も入らなそう、まあその日以外はみんな集まれなかったんだよって考えたらしょうがないって思うしかない、意外とまだなんだね AKB、 どうする、これで何時に終わるんですか、カウントダウン TV って、9時、2時間スペシャル、9時ギリギリだったらめっちゃおもろい、今回の衣装はなんと出演する歌番組ごとに変えていくので、次に新曲をするときはまた違う衣装になりますって、おさあのしのぶさんが言ってますよ、すごい、何着自分の服作られるんだろう、いいな、
順番に歌番組出してくれてもいい。確かに16人ずつね。メンバー16人ずつ出してくれてもいいの。本当にそう。影か。なんか長い人いるなと思ったら影でした。髪の毛の。何がいいとかないです。もう音楽番組に出られるんだったらもう何でもいいです。まあ、できればゴールデン帯がいいですけど、でももう出られるんだったらもう何でもいい。マジで出たことないから、あの出たことないは嘘なんですけど、その少人数で、なんか大人数では出たことあるんですよ。でも少人数で出たことないから出てみたい。今日何時、明日本当に早起きなのよ。だから今日何時に寝れるんだろう、分かんない。明日何時、今日違う、今日違う、まず明日の時間も確実のものが来てない。でも多分この時間みたいな時間は来てるから、それだとしたら早いじゃないですか明日朝。ってなったら何時になるんだろう。次リトグリさんだって、めっちゃリトグリさんだけめっちゃ言われるんだけど、なんでなんでめっちゃめちゃこんなめちゃすごい、何あれめっちゃ報告来る、次はリトグリさんだよって、初めてこんなに報告来た。ありがとう。これまで一個も来てなかったのに報告、リトグリさんだけ急に来た。ありがとう。めっちゃかっこいい曲だったらどうしよう。もう頑張ってください。何を頑張るのか分かんないけど頑張ってください。VTR。ん？VTR でなくしつ、ん？もうよくわかんない。8時になってもまだ？何時？待ってるよ。なんかやってみっちゃの TVer のマジシャン
マジックのやつが放送されたんですけど、なんか明日の時間来ました。マジックのやつが放送されたんですけど、まだあのちょっと今日じゃない言うの今日はもうなんか今はすごいみんななんか頑張りましょうみたいな感じじゃん、トレンド入りしましょうみたいな、そこにやってみっちゃ TVer で放送されますって放送されましたっていうのは違うから、明日告知しますね。なんかタイミングが今じゃないなと思って、明日はこのレッスンあって、で一緒にあれ見て、でこっちのレッスンもあって、終わってご飯食べて、うわ明日コンビニでなんか買おう、レッスンの前にコンビニでなんか買ってレッスンして、軽くここで食べれる、何でしたっけ、 WBC 見ながら軽く食べて、でレッスンして、でこのリハが終わったらご飯食べて配信して、よし、そうします。一人で頭で考えてました。明日爪爪マジで、もしかしたらその WBC 最初からまず見れないんですよ絶対。なのに終わりもちょっと時間決まってて見れないかもしれなくて、そうだからもしかしたらあのなんかちょっと中途半端な部分しか見ない人間になるかもしれないんですけど、許してもろて、すいません。もろて、俺の知り合いもよく使うけど何弁だろう、まあ弁とかじゃないんじゃない、もう若者言葉、許してもらっていいですか的な感じです。AKB まだすぎて詰め切ってるやば、まだって感じ。
ちょっと出番の時間によってはもしかしたら終わった後配信しないかも。明日朝早いのよ私。そうだから、なので、でお風呂も今から入らなきゃいけないでしょ。ってなると、あ、やばい、あ、これ流血事件の香りがする。痛かった今。ハンドクリームで保湿した方がいいのかな。ほんとすぐ手荒れるんですよね私。手っていうか爪、なんていうの、ささくれ、ほんとに指、うん、先お風呂入れそうだって。え、でも絶対今お風呂入ったらまずドライヤー乾いて、髪の毛乾いてない状態で「みんな!」って見なきゃいけなくなる。そう、あとお姉ちゃんが、そう今日そんなにね早くないんです、ん、遅くないんですよ帰りが。なのでそんな夜遅くまで配信してると、マイシスター帰ってきちゃうから、夜遅くまで配信できないのよ。だからあんまり遅いとちょっとって感じですかね。ハンドクリーム塗ります。でもこれの匂いなんかすごい、なんかね安かったんですよこのハンドクリーム、だから買ったんですけど、すごいなんかあの芳香剤の匂いがきつくてちょっと好きじゃない、うん。あの人香水きつくない？の香水の匂い、うん、鳥？ AKB 鳥？マジ？鳥の場合は、お風呂に行きたいです。1時間あれば入れますので、私鳥の場合はちょっとお風呂に入りたい。でもちゃんとしたあれですよ、会社のところですよこれ。ちゃんとした会社の、なんていうんですか、なんかそのみんなが知ってる会社のあれです、ハンドクリームです。そう、でもちょっと匂いは私好みじゃなかった。え、てか私的にめっちゃ悔しいのが、あの謎解き日本一決定戦、前やってたやつあるじゃないですか、テレビでやってたと思うんですけど、それがなんか今年もね、今回も今日今週もまた放送されるんですけど、なんと
3月26日の夜9時からなんですよ。見れない、公演終わってレッスンしてる私その時間。待って、26日配信いつしよう、公演と公演の合間かな。でも夜遅くに終わってレッスン終わってお姉ちゃん家帰って配信はちょっと無理だから多分公演と公演の合間のなんか15分とかになりそう。誰いますっけ、あ、川原吉田いるじゃん、レミタソもいるじゃん。よし、チケットは有り余ってるのでワンチャンチケット使うんですけど、うん、なんかできる日なのにチケット使いたくない。そう、うん、だからなるべくなら合間にやりたい。でも本当は合間寝たい。でも合間しか時間なさそう。夜は無理絶対。だって無理。終わって配信してなんて。レッスン終わって無理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 。レッスン終わってじゃあ例えば事務所でそうこのまま配信したとして、まず終電に間に合わなかったらはいゲームオーバーでしょ。次にレッスン終わってお姉ちゃん家に帰ってきたとして配信時間15分間に合わなかったらゲームオーバーでしょ。だからもう合間にするしかないんですよ。最前列にさ最前列に公演配信用のさカメラ、ショールーム配信のカメラ置いときたい めっちゃおもろい。オンデマさんとは別。確かにコールでバンされる。それな、男性の声が入りました。コールでバンされます。終わった。8時になっちゃったよ、5000人いっちゃったよどうするの。まだっぽい AKB。15分になっても始まらなかったら一回切ります。
はい、そうですね、15分になっても始まらなかったら一回切ります。ちょっとこのままやっててもうだうだしてるだけな気がするので。いや、お風呂行ってる間に入ったらどうすんのよ。誰か責任取ってくれんの？まあ別にでもリアタイしなくても、いやでもリアタイしたい、リアタイしたい、うん、だから一回切ってまだかなーってこうやってテレビ見て入ったーって思いますわ。そうしたいと思います。だからもう今、本当は今すぐ出てほしい AKB さん。なんかなぁ、いつまで、わぁ本当にいつまでこんなに私はずっと、なんか AKB の新曲、8時まだかな、8時じゃないや、今8時、8時ってコメント出てきた、8時過ぎてるけどまだかな、いつまで待ってる人間になるんだろう。本当に、なんかね、悲しい気持ち、悲しい気持ちになりますね。20時半過ぎじゃないですかね、だって番組が9時までならこのロングヒットなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃら分かんなかった。15分ありゃ風呂行ける、だって15、私この間測ったわけじゃないんですけど、あの測ったんですよ。というか、そのお風呂に入りながら、お風呂シャワーに入りながら、あの一本動画を見てたんですね。そう、音だけ流して見てたんですよ。そしたら全部含めて20分ぐらいだったかな。頭洗ってトリートメントして、顔洗って、顔じゃないや、体洗って流して、顔洗って流してでして20分ぐらい。そう、だから20分あればいけます。え、ちゃんと体洗ってるって、待って洗ってるよ、勝手に洗ってないみたいに言わないでよ、ちゃんと洗ってるよ体。なんでそんなこと言われるの洗ってるよちゃんと。
たいですか？10時。10時無理絶対。だって明日の振り起こしもしなきゃいけないから。って考えたら10時には寝れないな。すごいタイムテーブルしてくれてる人いる。ここに谷ゆうきさんの次 JO1 さん。まだだじゃあ。待って、こんなとこにクマいたっけ。これ何？これ消えるやつ？消えない。あ、タワー？これ、あれ誰か投げてくれたの？え、どこだろう。本当だ、来てる。今日で33歳になった北里浩平さん、タワーありがとうございます。今こうやってハートしてたら、なんかこんなとこにクマいたっけと思って。ありがとうございます、タワー、タワー、ありが、クマ、クマタワーなのかな。ありがタワー、北里浩平さん、ありがタワー、ありがとうございます。こうやってハートしてたら、なんかここにいたから、あれみたいな。なんかいるってなった。ありがとうございます。遅いわ、あーごめんなさい、遅いわ、だってごめんね、ごめんね、ごめんなさい。ギフトログで今確認できました。申し訳ない、遅くなっちゃった。結構さっきに投げてくれてたのかな。どうだろう、ごめんなさい、遅くなりました。いや集中してる、配信に集中はしてるんですけど。何してたんだろう、その瞬間。私わかんないや。何してたんだろう。業務連絡してた？え、なんだろう、何してた時だろう、わかんないや。マジで何の話してた時だろう。申し訳ない。カエルの真似かもしれない。カエルの真似してた時かもしれない。ごめんなさい。ハルピョンルームでは自分の誕生日にタワーを投げるんですね。そうですね、まあなんかどっかいつぞやからかなんかそんな感じのなんか風潮になってしまったんですけど。まあそうですね、まあタワーよりまあお話し会にぜひ。誕生日だからお話し会積んだよって言ってくれると。はい、
喜ぶと思います。はい、誕生日お話し会済みました。話し会、話し会積んでください。30分過ぎですかね、これはどうですかね、まだまだかな。カエルは本当に可愛い、うまいだって。ありがとう。じゃあどうしよう、一回終わろう。あーむずいな、一回終わろうかな。うん、でもお風呂、あーだって今入りに行って見逃したら泣きそうになるから、今は、あーだだ迷うな。お風呂はもう無理。迷ってる時間が命取り、もう取られてます、命本当に。やめよう、とりあえず配信は一旦終わって、でお風呂入る準備して、入る準備なんて何もないんですけど、お風呂入る準備して、でまあ何時になるか分かんないけど見て、で見終わった時間をと相談、自分と見終わった時間と相談しながらもう一回やるかどうか決めます。はい、お風呂はその後に入ります。そう、暁仮面さんハートありがとうございます、ありがとう。お風呂はその後に入ります、絶対ゆっくり、お風呂はゆっくり入りたい、もうなんか20分とかじゃなくて普通にゆっくり入りたい。うん、だからって感じ。そう、普通にフル尺はリアルタイしたいから、うん、それでいい？それでいいかな、待って、私の今の考え、それでいいかな。でこの待ってる時間の間にちょっとでも振り起こししたらいいんだ、明日の振りの。そうですよね、そしたらこのなんかうだうだな感じの配信とかじゃなくなるから、そうしましょう。よし、決めました。今からまずランキング読んで一回配信終わります。で AKB 待ってる間に私はこの後の、なんで私のこの後のスケジュールみんなに喋ってんのかわかんないんですけど私はこの後の明日の振り起こしをします。でまあそしたらまあ9時とかになっても、来た？待って、嘘？じゃあ配信終わりますね。あ、配信終わりますね。やばい？あ、やばいですか？あ、じゃあランキングいきます。急にランキングいきますね、一旦。
はい、行きますね。1位さ、今日で33歳になった北里浩平さん、ありがとう。タワーもありがとうございました。2位哲也とハルピョン大好きさん、ありがとうございます。3位ともゆきさん、ありがとうございます。4位マックミックさん、ありがとうございます。あ、まだじゃないの。あ、そうなんだ。でも CM があるでしょ。 CM の CM 開けてすぐだったら困っちゃうでしょ。4位マックミックさん、ありがとうございます。5位西くんさん、ありがとうございます。6位ムジカナバナナちゃん、ありがとうございます。7位カーとピョンズさん、ありがとうございます。8位山内さん、ありがとうございます。9位ゆうたさん、ありがとうございます。10位中田田さん、ありがとうございます。11位レクサーとピョンズさん、ありがとうございます。12位くるりこさん、ありがとうございます。13位すみちゃん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はファチマアザザハラさん、わかんない、ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。え、どういうこと？ CM？ 何の話？ CM で先に流れた。え、何の話？どういうこと？いいの？それあり？え、どういうこと？ CM でネタバレされてんの？やばっ。どういうこと？え、何の CM なんですか、まず。え、何の CM になったの、まず。あ、 AKB のユニバーサルミュージックさんの CM ってこと？やばい、最高にやばくない？最高のネタバレじゃない？それはめっちゃおもろい。めっちゃおもろい。いや、笑っちゃダメなやつなんですけど、多分これ笑っちゃダメなんだと思うんですけど、ちょっと面白すぎて、さすがにこんなにさ、だってさ、配信とかでさ、ひーちゃんがさ、イントロ、もうイントロ1秒だけですよみたいな、え、あれみたいな、止めてみたいな言ってたのにさ、AKB 史上最高に面白いネタバレでしたね。ということで、ちょっともうやばいやばい、もう始まっちゃうから、私はこの後多分、あの自主練してから、自主練っていうかして、まあのテレビをねつけつつ自主練をして、そこで放送が終わったらちょっとだけ配信をして、で、あの皆さんどうでしたねって話をしたいんですけども、みんなは聞いてるのか、まあいっか、どうでしたねって話をしたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビット、ごめんなさい、ジャンプで7494人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表アルピョンこと橋本アルナでした。あ、まだまだなんだ。まあでもいいです、あの普通に私もなんかやばいやばいやばいって焦って入れるよりも、あのなんかしっかり最初からしっかり見たいので一旦終わります。ちょっと笑っちゃった。本当にやばい、笑っちゃった。ありがとうございました。それではまたこの後多分やると思うので、またちょっとだけね、ほんと10分とかそんぐらい、もう曲の感想ぐらいしか喋らないんですけど、それぐらいなんでやると思います。よろしくお願いします。またね、ありがとう、バイバイ。ちょっと笑っちゃった。バイバーイ、ありがとう。